はい、皆さんこんにちは。つつみックス、すいません、つつみ慶志郎です。前回はつつみ慶志郎です。このチャンネルは、バスケットボールに関する、いろんなトピックやその、バスケットボールに関することを発信しているチャンネルとなりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録のほどよろしくお願いします。30日間連続投稿チャレンジ、未だ継続中なのでよろしくお願いします。前回この通り見たら分かるんですけど、バッシュのレビューというところをさせていただきました。で、今日はもう一個、僕が今まで高校生、中学生、高校生、小学生から入ってきたバッシュについて少し話していきたいなと思います。Twitter X とかで高校時代のバッシュが、の話題になったりしたりしてたので、そこら辺も、視聴者の皆さんに届ければなと思ってます。はい、ということで始めていきます。ここにあるバッシュは飾りとして、ちょっとバッシュトークということでバッシュが置いてていいと思うんですけど、で今から喋る内容は、小学生とかバッシュを今からバスケを始める人っていうところで、何のバッシュがいいですかって、その辺のアドバイスをいただけたらなっていうところも一つもあってたら、そこも軽く喋っていきたいと思います。結論ですね、バッシュはやっぱりバスケする子供たちは、僕もそうですけど、やっぱりモチベーションになるんですよね。バッシュをもし親に買ってもらったりしたりとか、お年玉で買ったりするっていうのは、すごくバスケがしたくなるっていうモチベーションになるので、自分が好きなバッシュを買ってください。見た目でもいいし、履きやすさ、ちょっとし、なんていうんですか、履くじゃないですか、試し履きするじゃないですか。そういう時に、あ、これめっちゃ履きやすいっていうフィーリングでいいと思いますので、そこはもう買う子供が決めていいと思います。そこでもし履いてみてちょっと履きづらいなと思ったら、ちょっとまた考えてもいいと思いますし、とりあえず最初は形からかっこいいバッシュ、履きやすいバッシュ、誰かどの選手、自分が好きな選手のバッシュを履くとか、その NBA 選手の好きだからそのモデルのバッシュを履くとか、選手、日本人でも外国人でもその NBA の選手でもいいと思いますけど、この選手が履いてるから履いてみたいっていう入りで全然いいと思いますので、僕はそこら辺のところを、アドバイスとしてさせてもらいました。はい。で、次ですね、僕の話なんですけど、小学校、僕バスケ始めたのが、本格的に始めたのが小4なんですけど、ファーストバッシュはナイキでしたね。ナイキのペニーだったと思います。あの黒のペニーだったと思うんですけど、そこからバスケを始めて、両親、親に買ってもらって、すごくもう覚えても鮮明に、めっちゃかっこいいバッシュを履いて、で最初その時、当時は布バッシュっていうコンバースの布バッシュをみんな履いてたんですけど、僕はそれが嫌で、そのナイキのバッシュを買ってくれっておねだりしたことをちょっと思い出します。その時は親に感謝ですね、ありがとうございます。そうやってで小学校になっていくんですよね。それで小学校もやっぱそのバスケが上手くなっていって、小学校6年生ぐらいになるときに、僕らのその チームも強かったので、全国大会で優勝という経験もさせてもらったんですけど、やっぱその時になると、その時代に流行ってたアシックス、何だっけ、オールジャパンかな、ジャパン L だ、このローカットとちょっとハイカットと2つあったんですけど、それの黒に青のラインのアシックスのジャパン L を履いてたような覚えはあります。で、今となればめっちゃかっこよかったなと思ってます。今でも欲しいです。もう売ってるのかな、売ってないのかな、分かんないですけど、そうです。で、その時思ったのが、確かですね、今も値段分かんないですけど、ジャパン L って2万ぐらいしたんですよ。2万500円、当時消費税が 5% だったと思うんで、それを買ってくれた親はすごい感謝ですね。僕がもし息子にその2万ぐらいのバッシュ買えって言われたら、えって思うかもしれないです、ね、でもその時買ってくれた親にもう本当感謝です。で、それこそジャパン L から始まって、その当時流行ってたんですよ。みんな上手いやつはそれを履いてるみたいな。で、その当時のスラムダンクの三の工業も多分みんなそれを履いてるみたいなモデルで、かっこよかったと思うんですけど、で、その次にオールジャパンみたいなアシックス、その時当時アシックスを履いてました。で、めっちゃごついんですけど、めっちゃ革がいい、これも3万ぐらいするんですよ。それもそれを履きたいっていう、金銭感覚も分からず僕はおねだりしてたんで、本当こんなんでバスケで頑張らんかったらって思いますけどね。
で最終的に吐いたのが、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけど、世代の人は知ってると思うんですけど、ポイントゲッター、確かカンガルーの皮でできているみたいな感じの当時一番高価な場所だったと思います。確かこれは3万6000ぐらいしてます。普通のアシックスのちょっとごつめのバッシュでアシックスのマーク入ってるだけなんですけど、これが3万7000ぐらいするんですよね。それも買ってもらいました。本当その時はもうね、その高いんでね、親の買ってくれても本当にありがとうって感じです。今度会ったらもうね、その話になったらもう僕はその分返していきたいと思いますけど、はい。で中学校はまあその流れで、まあ、ずっとアシックスを履いてましたね。で最後の中3の前中になった時に、その僕の兄ちゃんがアメリカに行ったっていうとこもあって、アンドワンっていうブランドが、まあ、日本にはまだ入る前ぐらいでアメリカで流行って、それをちょっとお兄ちゃんに買ってきてもらって、僕は前中最後の試合の時にアンドワンのタイチミットっていう、ね、内側が黒で外側がこう白みたいな、こういうなんか半分半分になってるのを履いてました。これめちゃくちゃ履きやすかったです。で当時ビンス・カーターが多分ナイキと契約してたんですけど、そのダンクコンテストで、まあ、罰金払ってでも履いたっていう靴ですね。まあ、ちょっとここにボンと出たらいいんですけど、そういう感じです。で、まあ、ここからが多分みんなね、視聴者の方で、まあ、僕世代の高校時代の多分話が好きな世代の方たちがいるんですけど、そこでまあ話題になったのがアシックスのなんだろう、ゲルバーストとかゲルダブルとかいうところ で当時僕大濠高校の時はアシックスがスポンサーというところだったんで、そのバッシュは絶対アシックスを履かなきゃいけないということです。で正直、まあ、ナイキ履きたかったんですけど、まあ、その、まあね、無償で履けるっていうところで、みんな、まあ、その部屋にですね、バッシュがこう積まれてるんですよ。で、まあ、そう当時監督、コーチだったアートコーチっていう方が、まあ、バッシュめっちゃ好きだったんですけど、お前はこれ履け、これ履けっていうところで、まあ、皆さんに配、みんなに配ってて、でその当時のところ、これちょっとボンって出たりですね、蹴る、なんかこう何ゲルダブル、それを多分スタメンの5人が全員履いてたんですよ。でそれを多分、まあ、当時僕はかっこいいとは思わなかったんですけど、それをかっこいいって言ってくれる方たちがいたので、それはまあ今でも嬉しいです。まあ今だったら絶対履かないですけどまあはい、というところで、でその高校時代はまあずっとゲルダブル2、わかんない、ちょっと皆さん教えてくれたらいいんですけど、そういうのを履いて、で次また新しいモデルが来たらまた新しいモデルを履くみたいな感じで、まあ、すごく、まあ、ありがたかったですね。場所を買わなくていいってところだったので、まあ、そこはアシックスで、もそのやっぱりアシックスってね、履きやすいんですよ。やっぱ日本人の足に合ってると思います。なんで、まあ、本気ならアシックスっていうぐらいなんで、まあ、本気な方は今でもアシックスもね、いろいろかっこいいのも出てると思うし、まあ、今の、まあ、育成世代の子たちも結構履いてるのを見るんで、やっぱ履きやすいんだろうなと思います。まあ、でも僕は今は、まあ、ナイキですけどね、やっぱりちょっと履いてみたいなっていう気もちょっとはあるかなと思います。まあ、僕の気が変わればちょっと一回は履いてみようかなと思います。まあ、でも誰かもしゲルバースト2とかゲルダブル2をもし持っている方がいれば、なんかリプライで教えてくれたらなと思います。まあ、当時懐かしいね、なんかね、白のやつに紺のバンドが2つついてるっていう、ちょっとわけわかんない感じなんですけど、確かに履きやすかったっていうのは覚えてますね。はい、なのでその界隈の皆さんもその話で盛り上がってくれてるので、ちょっともう懐かしみながら楽しいなと思ってます。はい、で、まあ、大学はまあジョーダンとか履いたりナイキを履いたりっていう基本で、僕のバッシュの選びの根本はもう履きやすさより見た目でしたね。なのでジョーダン10を履いたりとか、シアトルカラーのジョーダン10を履いたりとか、で僕は月バスかなんかにインタビューされて、バッシュを選ぶあれは何ですかって言われたら、さっき言った通りコメントに、履きやすさよりかっこよさとか、なんか調子乗ったことを書いてたんですけど、まあそういう思い出もあるなと思います。ジョーダン10とか好きでした、ね、あとジャンプワンシリーズとか。で最後の方はアディダスを履いて、プロモデル2かなっていうところ、まあ、当時のルームメイトの鈴木正明カツオと履いて、専修大学でちょっと流行って、まあ、その後もちょっとねちらほら見るようになったんですけど、まあ、あれも履きやすかったですね、かっこいいですね。なのでまあその辺もまた履ける機会があれば履きたいなと思います。はい、ということで、まあ、プロに入ってはまあナイキだったりいろいろ履きました。で、まあ、バッシュに関しては本当バスケットボール選手とかバスケットボール始めるみんなやっぱりモチベーションの一つだと思うんで、
バッシュはね大事に扱ってください。バッシュはしっかり履いて履き潰して、なんかこうね、バッシュって大事だからですね、そこはもう皆さんにバッシュので買ってくれるね親御さんたちもやっぱそんな安いものじゃないから。すいません、途中でカメラの充電が切れちゃったんでちょっと違うカメラで撮影したんですけど、まあさっき多分話したところはその何とやっぱバッシュも安いもんじゃないからね、親の皆さんが頑張って働いて買ってくれたものなんで、バッシュは大切に履き潰すまで練習頑張ってください。はい、ということで今日はバッシュの話、まあ、僕の話をさせていただきました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また30日間チャレンジが続くので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いします。また、ね、リクエストとかこういう企画いいんじゃないかっていうのを教えてもらえればすごく助かるので、またよろしくお願いします。最後はこういうちょっと感じになっちゃいましたけど、すいません、またよろしくお願いします。ではさよなら。